花、おやつだよ。え？うわっ、部長からだ。うわ、今日モンハン参加できなかったから怒ってんだろうな。やだな。ピッ。もしもし。おい、なんで今日彼に来なかったんだよ。無断欠席は許さないぞ。あー、ごめんごめん、今日妹の面倒見ないとでさ、さっきまで保育園に迎えに行ってたんだよ。言い訳をするな。俺たちはチームで動いてんだぞ。チームの輪を乱すような行動はやめてくれ。ごめん。で、どうするんだよ。どうするって？お前がサボっているうちに俺たちはどんどん強くなっているんだぞ。必死になった穴埋めをしろよ。でも妹の面倒も見ないとだし。面倒なら俺たちが見ておく。俺たちに頼ってくれよ。その上だ、お前は自分のことに集中しろ。部長。当たり前だろ。ワンフォアワン、オールフォアワンだ。ああ、どうした？妹がモンハンのカセットをバキバキに。道具の管理は徹底しろと言ったはずだろ。それじゃ話にならないじゃないか。ダウンロード版にしておけばよかったかな。仕方ない、しばらくは俺のカセットを使え。え？でもそんなことしたら部長が。部員のために。部長である俺はアルバイトをする。アルバイト？そんなことしたらゲームする時間が少なく。大丈夫だ、5000円あれば足りるんだろ。ああ、確かモンハンは税込みで4860円。コンビニで5時間だけ働いてくる。部長。まあ、アルバイト届が通ればだけどな。俺たちにそこまでしてくれるのか。ありがとう、部長。おう、レジ打ちの経験はあるから安心してくれ。去年の今頃、マリオテニスを買うためにスーパーで2日間ほどアルバイトをした経験がある。部長、頼もしいぜ。ブーブーブー。花、おやつ食べよう。チッ、部長はいいもんだ。